でもここはそのまま使うにはかなり辛いと思う。ここの部分を大きくすると、うん、踊り場を大きくするとスペースが潰されちゃうんですよ。潰されちゃいますね。階段この状態から上がるって言ったら、こっちに上げるか、ここから抜いて、うん、あ、ここだけ通して、ここ、そうですね、一回通んなきゃいけないですね。だから部屋を通過しないで上に上がるようにするには、うん、これのが一番ベストです。こうで、今度こっち、今度こっち、はい、これ上がったら今度こっち、で、今度こっちで、こうぐるぐる、要は上がる回っていくんだ。大きい螺旋階段という感じですよね。幼稚園時代からの友人が遊びに来ます。はい、でですね、今ちょっと全然重りを2キロと3キロつけて5キロにしてるんですけど、最近これだとね、ちょっとやっぱり一つにまとまってた方がね、歩きやすいんですよね。なんでちょっと5キロの重りを探してるんですけど、なかなかない。3キロぐらいまでだったら結構あるんですけど、このシリーズがすごくいいんで、トータルフィットネス探してるんですけど、ないんですよね。今日のこのメガネはフランスの IDC というところのメガネです。はい、軽くてかけやすい、はい、すげー。これソニーのスワイス、これすごい音かっこいい。これはビデオにもなるでしょ、多分動画。捕まえてて、これだよ。こんなんなるんだ。もう見る、パパ、水5本知らない？え、すごいこれ。もう、これが欲しくてたまんなくなってる。2回目、そう、2回目にしてもやっぱもうこれが欲しくてたまんなくなってる。エベレスト新宅です。いただきました、シー君。ありがとうございます。頑張って夢を託しました。ありがとう、じゃあ、そうね、じゃあ夢託していただきました。夢にね、はいはいはい、シエ君に今日いっぱい遊んでもらってよかったね。10ありがとうございます。また来てね、ほんとだよ。、うん、本音はなかなか言わない。そうそう、じゃあどうもありがとうございます。いい、ね、うん、本当に、じゃあこれでしっかりとエベレストに向けて、もうそう期待してます。しっかりと達成します。頑張ります、はい、ありがとうございます。